らたちってつくづく縁があるよな。私もちょうど城外から戻ってきたばかりで、鹿狩りへご飯を食べに来たんだ。どうせなら一緒に食べようよ。いいわね、長いこと一緒にご飯を食べていなかったものね。さあ君たちも座って、手土産のことは食べながら話しましょう。追加で注文するものはありますか？私の叔父は漬け野菜肉炒めが好物なの。後で叔父に届けるから、これを一つテイクアウトでお願い。はい、わかりました。ただ準備に少し時間がかかりますので、後ほどカウンターまで取りに来ていただけますでしょうか？ちょっと待って、この満足サラダってアンバーが注文したの？違いますよ、彼女が野菜を注文していなかったので私からおまけとしてお出ししました。注文していないのに勝手に出すなんて、このことは忘れないから。こんなことまで覚えておくのかよ。もう初めて会ったわけじゃないんですし、私がこういう人なのは分かってますよね。では私は漬け野菜肉炒めを準備してきます。ごゆっくり。はあ、まったくサラったら、いつかまとめて生産してあげるわ。でもなんで漬け野菜肉炒めを手土産にしたんだ？そんな料理聞いたことないぞ。鹿狩りの裏メニューなのよ。おじみたいに常連客だけが知っているの。旧貴族にふさわしい味わいをしているわ。でも漬け野菜は酸味が強いから苦手な人も多くて、だんだんと誰も注文しなくなってね。エウルアに勧められて一回食べたことあるけど飲み込めなかった。だから私はあれを復讐肉炒めって呼んでるよ。私と好みが全然違うのね、意外だわ。でも思わぬところで復讐を果たせたみたいで嬉しいけど。当然よ、彼女みたいに誰にでも借りを作る子なんてモンド中探してもそういないわ。その冗談、普段なら大丈夫だけど誤解されるから栄誉騎士の前ではやめてよ。エウルアはいつも恨みやら復讐やら言ってるけど、それは彼女の生き方なだけで、実際はそこまで気にしてないから。気にしているわよ、はっきりと覚えているわ。もうアンバーったら本当に憎らしい。オイラにも分かってきたぞ、エウルアって実は単純にいい人なんだって。優しくするならそんなにひねくれなくてもいいのに。小さいの、君は私みたいに罪人として扱われたことないでしょ？それはそうだけど。だったら当然知らないはずよ、悪人が善人になるのはとても困難なの。私は善人になれないし、なるつもりもない。ちょっとそんな深刻な感じにならないでよ、冗談だから。早く食べましょう。お腹いっぱい。サラさんのところでお会計してくるね。大丈夫よ、モラはもうお皿の下に置いたわ。直接お会計に行ったらサラはきっとあのサラダ代を受け取らないだろうから、私の復讐に対する執着を見くびらないでほしいわね。さて、あとは私の叔父に会うだけね。彼は清泉町近くの山上に拠点を持っているから、普段はそこにいると思うわ。え、オイラはてっきりエウルアも一緒に来るのかと思ったぞ。それは少し都合が悪いかな、私がいない方が順調に行くと思うわ。そうだ、さらにお願いしたテイクアウトを忘れないでね。私も引き続き野外調査をしてくるから、またね。え、またね。君たちって本当に面白いわ。
ちらが漬け野菜肉炒めです。味が落ちないよう熱いうちに食べることをおすすめします。もしエウルワさんに何か変なことを言われたのならあまり気にしないでください。なあ、聞きたいことがあるんだけど、エウルワがモンド城の人に話しかけた時、みんな彼女のことを悪く言ってたんだけど、でもさっきのエウルワとアンバー、それにサラとは仲が良さそうだし、ローレンスという姓はモンドの人にとっては拭いきれない重い意味があります。一度でもこの姓を認識してしまえば、皆さんエウルワではなくローレンスとしか見なくなるのです。ですのでエウルワさんが何をしようとも有罪になり、何をやっても無意味なのです。じゃあどうしてサラはエウルワに対して他の人と違う考えを持ってるんだ？彼女がセピロス騎士団に入った時、それはもう大騒動になったんです。大勢の人が彼女の入団撤回を騎士団に求める署名活動を行ったほどでした。一方でローレンス家の方からも一族の人たちが騎士団へと押しかけ、エウルワさんに説明を求めました。うわぁ、両方怒ってたんだな。はい、エウルワさんがどれほどの覚悟と決心を持っていたかが伺えます。幸いにも大団長ファルカさん、そして騎士団の他の人たちも確固たる意志で入団を迎えていたため、事態は収束しました。一般人から見れば彼女は騎士団の汚点であり、ローレンス家の人から見れば彼女は一族の災いでしょう。しかし彼女はただ黙々と騎士の責務を全うし、人々を助けています。エウルワさんはみんなから理解と関心を得るべき人だと思います。少なくとも公正な扱いを受けるべきです。はい、その日がやってくることを信じています。この一件が片付いたらもう一度エウルワと話してみるよ。それは良かったです。口に出さないでしょうが、きっと彼女もすごく喜ぶはずです。では行ってらっしゃい。また来てくださいね。行くぞ。テントはボロボロだけど、すごく立派な椅子が一つだけある。これも貴族のこだわりの一つなのか？また貴様たちか。しつこいぞ。つかぬこと？悪くない、ふさわしい言葉だ。いいだろう、私も心が狭いわけではない。以前の無礼は水に流そう。何か話…うわ、すっごく上から見てんだ。なるほど、同志であったか。光、すなわち貴族の栄光、
貴様、実に忠義であるぞ。いいだろう。元から私の本意は貴様の品格を試すこと。やはり貴様もその道を歩むものであったか。試してたのかよ、回りくどいやつだな。うん、礼儀作法については合格だ。この短期間でよもやここまで進歩するとは。その言葉遣い、一体どこから学んだのだ。なるほど、聡明だな。モンドの愚民どもと比べ実に逸材である。貴族の血統であれば無限の未来があったはずだ。あ、そうだ、オイラたち手土産を、ご飯、些細な贈り物をどうぞ受け取ってください。なんと、これは漬け野菜肉炒め。外面を取り繕っただけでなく、しっかりと内面も磨いてきたか。今の若者でもやろうと思えばできるではないか。ちょうど長いこと食べていなかった。いや、食事の時間だ。ありがたくいただく。やはりこの味だ。変わっていない。この酸っぱさ、これこそが貴族にのみ理解できる味である。おお、そんなに言われると味が気になってきたぞ。いいだろう、貴様たちの誠意は受け取った。ここまでしたのは何か私に用事があるからなのだろう。そこまで知っているのか。それは我々一族の機密。いいだろう、その礼儀作法、将来有望な逸材であることは間違いない。信頼に値すると見た。では私について来い。ちょうど今人手が必要だったのだ。遠方から来た共に会いに行く。彼らならローレンス家の栄光を取り戻す手助けをしてくれる。礼儀作法だけでオイラたちを信用したのか。さあついてこい。それで何もかもわかる。あいつが言ってたのってファデュイじゃないよな。もしファデュイに、
おや、どうしてマスクを。そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも、モンドにおいては我々の地位の方が上。そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではないな。お前の機転が効いたおかげで怪しまれずに済んだな。では引き続き進もう。彼らには貴様が私の客人であると説明しよう。私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前にセピルス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。ていうかもう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。やっぱりファデュイだ。やっぱり。城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象としては。待った、この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたのは客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密、用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。偉そうにこいつに何ができるって言うんだ。分かった、入れ。用がないならうろうろするな。便利なんだな。当然だ、これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目配せ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼女を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼女は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼女に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの種のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのも。オイラがどうかし。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。ローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった、あんたがそこまで言うならもう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか。ああ、当然ここにある。どれどれ、なんでこんなに見づらいんだ。なんだと。それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない。まあいい、見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ、安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。
あの建物の所有権、並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。そうだ、外交に影響を及ぼさないためにも、いかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ。このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。その時が来たら、私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。帰ってきた、私は帰ってきたぞ。はあ、最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動はよせ。ではこれで。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン。私を騙しただわ。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。はあ、やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファデュイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。降参しなさい。新天道地、油断したか。すぐに終わらせる。難攻不落。風よ、私に応えるのだ。いざ。わめくがいい。ここだ。岩山八九。無駄だ。無駄な努力をやめたら。天道万象。自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさかこやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろ。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それで、そうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。
まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前の叔父だ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない、我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？おお、お前大逆無道なやつめ。怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか、そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか、私に説教しようというのか？そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由、ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報を全部地図に書き込んでたぞ。はあ、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。この一件はしっかり覚えておくわ。ひとまずその地図を回収しましょう。
盤石。装甲のオン、ジャッジメント。よっ、それ。よっ、そら。わめきなさい。はい。難攻不落。砕け散れ。いざ、しゃ。難攻不落。天道、ここにある。くだらない。ひゃっ。いざ勝負。その命いただいたわ。それ。難攻不落。くだらない。即戦即決。いざ勝負。難攻不落。風よ、私にハッハッ。天理チョーク。無駄だ。目には目を。それは、剣女盤石。ジャッジメント。西洋鍋。ここだ。はっ。無能。くだらない。ここだ。いざ勝負。剣に誓う。剣女盤石。さようなら。兵糧のようにうなれ。目には目を。はい。私にこ、いざ。取るに足らないわ。はっ、いざ。降参しなさい。天理チョーク。装甲のオン。
わめきなさい。いでよ。はい。面倒だ。死の静寂。早く。ジャッジメント。これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよ。パデュイがお前のおじさんを頼る必要なんてあるのか？確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するのではなく、単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思う。いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわ。そうなったら彼らの相手はモンドだけにとどまらないもの。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわ。きっと彼女がきちんと処理してくれるはずよ。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら奪い返すってね。ひひ、ここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな。本当はうすうす気づいてたんだろ、こっちに何かトラブルが起きるかもしれないって。それでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな。復讐しに来たの？勝手に私の意思を曲げないでちょうだい。でも小さいの、見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわね。この恨み覚えておくわ。見た目は賢くないってどういうことだ。二人とも、これで私たちは深い仇同士になったわね。覚えてなさい、君たちが灰になっても絶対に忘れないんだから。おう、かかってこい。その息よ。じゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから、後のことは私に任せて。あ、また会おうな。もちろんまた会えるわ。次会うとき私をがっかりさせないでよね。